ちょっと待つのだ。こっち数が多くて。めっちゃ手伸びて生きてるやん、おい。バイオハザードやん、俺な。ゴーヘルゴー、突き落としていこう。やあ、先生ケースよー。レベル上げばっかしょっても、ラチがあかんので、河原、行っちゃいましょうか。ここですね。未開の地やな。あ、河原ってここか。あれやな。ともりんがさ、初めて、この地獄に来たとき、おったとこじゃなかったっけ。この赤い花見たことあるぞ。来るんかな、ジョローグも。長屋からしたら来そうな気がするけど、ディフェンスつけとくかだったら、バフアップ。これでいこう。あ、ここって私が最初に倒れてたとこだ。だよね。こっからいろんなところ来て、八代たちの合流する形になったんよな。最初って地獄に落ちてきた時、川に半分浸かる感じで寝ててね。大丈夫か。川に半分浸かるって大丈夫かお前。寒そう。興味なさそうだなお前は。寒かったよ。でもその後すぐ化け物に追いかけられて、それどころじゃなかったんだけど。踏んだり蹴ったりな地獄ライフですな。キリクちゃんはここに来た時どんな感じだったの。内緒。体重のことを聞かれた時の女の子か。ああ、ずるい。まあ落ちてきてすぐは記憶も曖昧だから覚えてないかもだけど。おい、二人とも川辺に行って落ちるなよ。存外水量があって流れも速いからな。はーい、気をつけます。それより八代さん、ここですよ、私が最初にいた場所。ああ、あったのはもっと上の方だったけど、この辺りに落とされたのか。ま、亡者を捕まえるならまずここってぐらい定番の場所だからな。そうですよね。ちょっと前まではここによくお仕事に来てましたし。うん。で、なんで河原にしたの。他にも候補地は残ってたのに。ただの一発狙いだよ。可能性があるかもって目をつけていたところはやっぱり先に抑えられたからな。だから逆に可能性が一番ないところで勝負する。まあ、あるかと思うよ。うん、そういう考えは理解できる。さすが社長殿は傑物かもしれん。男に褒められても嬉しくねえな。まるっきり勝ち目がないってわけでもないぞ。河原は何と言っても広さではピカイチだし。範囲が広ければ出会う可能性も多少上がるってこと。そういうこった。けどよ、よくこの会社が先行の3社に選ばれたよな。なんか裏金でも使ったのかよ。いや、左隣の人がですね、口聞いてきてくれたみたいなんですよ。バカ言え、金あるなら俺が使い込むわ。つうかそんな金もないわ。ああ、でもさ、そのために一ノ瀬さんのさ、何かしら体が犠牲になっとる気がするよな。ほんまにお前、セクハラ部長と何やってたんや。おっと、ところで一ノ瀬。何？今日はこっちに来てるってことは、蝶の仕事の方はもういいのか。うん、忙しかったのは作戦の前準備のためだし、後の段取りはもうおおよそ済んでるから。本当に前準備だけで使えてたんか。部長と何かあったんじゃないのか。そうか、あと。あと何。いや、今はいいか。余計なことより今日は作戦に集中しなきゃな。気になる止め方すんらしい。ま、気にすんな。よーし、それじゃあ行くぞ。上流向きに向かって出発だ。というわけでいつも通りの探索が始まります。さて、初見のステージなんでね、どんな感じで戦うことになるのか。一ノ瀬さんが合流しとるってことは、メンバー入り替えよう。そうね。このメンツで言えば、おそらく、キリクはさ、なんだろう、なんて言うんだろう。キリクかな？キリクと入れ替えることになるかなって思います。なんて言うんだろうな。
全体攻撃が確かギリックはなかったと思うんですよ。だから雑魚戦の感、雑魚戦はちょっと足を引っ張るっていうか、あんまり効率よく戦えんかなと思います。ボス戦でその敵が1体だけって時にはさ、結構火力が高いキャラなんで、入れ替えたらうまいことダメージ稼いでくれると思うんですけどね。という意味で雑魚戦のうちはちょっとベンチに下がっとってもらうぐらいがいいんじゃないかなって思うので、下がってもらいます。というわけでこの八代ハーレムパーティーでいきます。バイバイに戦ってみよう。さて、新しいエリアやけん雑魚敵がちょっとレベルちょっと強なっとるんじゃないかなと思いますし、地獄蝶って新しいやつ出てきたからな。ホヤマラの蝶々と色違うぞ。ちょっと強なっとると思われるから、比較的ちょっと全体攻撃は多めに交えていきます。やっぱりバフ上げる感じの蝶々でボコボコボコってちょっと強めの攻撃も入れてみたんですが、硬いな。バフもあるし、単純に強なっとるだけじゃなくてバフがあるけんな今回の場合は。ちょっとうまいことその全体攻撃とか、いや MP 消費する攻撃もちょっと交えていかんかったらって感じかな。あ、レベルが上がった。経験値がすごい入るなこのマップ。ちょっと今のうちにレベル上げをしたいところ。数が多かったら全体攻撃はちょっと惜しまずに使った方がいいかもしれない。ホラーも使っとくか。あ、耐性あるんじゃ。じゃあともにも単体攻撃で、これちょっと使わなすぎかな。残るかな、電気。あ、残ったな。2体残った。白タイプのやつが残るのがちょっと痛いな。まあ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 、それぞれが個人攻撃して、メズが地獄講師 HP が6割ぐらいになったんで、回復入れたいが回復が間に合うのか、間に合ってないかな。結構レベル上げに持ってこいなくらいの経験値もらうよ。あー、ディフェンスのアイテム、ディフェンスのバフアイテム返ってきたんやけど、使った分。でも雑魚的やけんな、今のうちに経験値稼ぎたいっていう意味で、この辺はちょっとうまいこと戦っていきたいところ。全体攻撃を思いっきり交えた方がいいな。出ないとその分ちょっとダメージを食らってで、いろいろ考えた結果でちょっと HP アイテムとか考えたらこういうこと。ボールが開けてきとんなこいつら。暴力高いけんな。ちょっと火力を出さんかったら一旦では片付けれんところがある。地獄講師回復させとこう。今回は間に合ったかな回復。ああ、回復間に合ったなこれ。おお雑なんやけど。回復させるんはいいけどさ、その手術台から下ろすすごい雑だったんやけど今。踊って落ちたぞ。下石たくさんあるんで痛いんですけど、やめてもらえません。患者にそんなに乱暴に扱うのはお前。あえて上、あえての意味が分からんけど、あー白タイプじゃん。こいつらは一体も残さずやりたいところ。回復したい相手おる？おらんか。じゃあ放電、全員全体攻撃で一気に倒すぞ。はい、しゃーい、ナイスー。さあ次、ここはバンバン戦っていこう。ちゃんと全体攻撃を交えて戦えれば。ああ、炎属性にがね、ここら辺はちょっとトモリンが属性が合わなくてっていうところが抜けられるな。これぐらいにしとこう。で、こっち単体攻撃の放電、こんな感じかな。これでどれぐらい削れる？あー、ダメだダメだ、一旦クリア。おし、いいですね。経験値稼ぎにここ来るもよし。次か。
すげえと思うな。この女の敵に関してはトモリの炎攻撃が効くらしいね。おやさんもらおうもらおう。オッケー。あなたイベントが始まった。びっくりマークじゃないのに。お、やるじゃねえか、チンドンや。あらかた片付いたら。付近に敵対存在の反応ありません。殲滅完了しました。ちょっと休まんか、やつしろ。ここらのゴミは他の場所より案外骨が折れる。広い分、数も多いってことか。私もその案に賛成です。仕方ねえな。じゃあ、ちょっくら休憩と行くか。ついでに軽く飯にしよう。来る前にコンビニでいろいろ買っておいたし、あ、用意周到ですな。しかしここまでゴミが多いとは思わんかった。俺は唐揚げくん食いたい。の方が多いとばかり。唐揚げくん何味が皆さん好きですか？俺チーズのが好きですね。その猛者を狙っていろんなゴミが寄ってくるからだ。そのせいで強さもまちまちなのが厄介だ。時々強い個体が混ざったりしてて足元をすくわれる。弱小の委託業者が時々やらかすんだ。トモちゃん見つけた時やらかしちんまあった。やらかしちんまあった。確かにあの時二人だったけんさ。特に骨が折れとったもんな。そう考えたら今メンバーこんなにおるってすごい戦いやすいのね。あの時は俺もかなり焦った。弱っちいのばっかりだったがかわずかな。その説はどうも。それはそうと、今んとこは大物っぽい気配も全然ないな。ジョローグモと価値合わなくても何か掘り出し物的なものが見つかればと思ったんだが。何を言っておる。まだまだこれからである。飯食い始めた途端に元気になりやがって。ほんまよな、顔色全然違うぞお前。なんだ？あ、騎士さん。探索中のエリアでは目標確認できず。よし。では、1、2班はそこからさらに東を探索しろ。3、4班は北へ進行。5、6班は西だ。6班も作れとんじゃ、騎士氏。人数多いな、やっぱり。人海戦術。まあ、羨ましいぐらいに人海戦術。こんな感じでいいですかね、兄。いえ、社長。上敵上敵。多くの人員を導入してしらみつぶし。地味だけどこれが確実だからね。そうやな。八代のところでは絶対できないことや。もう少し急いでもいいんじゃないでしょうか。今のままでいいよ。焦れば作業も雑になるからね。わかりました。それで社長はどうしてこの場所を選んだんです？過去の出現回数はこの森が一番多かった。はあ。なら住処にしている可能性もあるんじゃない？八代とは逆の考え方だな。っていうか一番多いんだから、そりゃ今回も出会えるんじゃないかみたいな。一番オーソドックスな感じやな。確かに順当な感じやな。お、堅実に堅実を重ねて騎士候補は行動してます。ま、考え方としてはオーソドックスだね。うん。でも確率は高いと踏んでるんだけど、さてさてどうなる。でもこの世の中で確率だけが全てじゃないからな。さあ、というわけで続き戦闘はバンバンやっていくよ。あー、このタイプの方のやつか。目と目が合うってやつだな。トモリの炎攻撃は耐性あるんよなこいつら。これでいこう。おら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 。おし、いい感じにメズパイの電撃攻撃で最後押し込んだ。ここは下のアイテムを取って、ここの敵。あー、出たな、この蝶々。この蝶々がちょっと大変やな。ダメージを負わせてこうのはいいけどさ、ちょっと暴力のデバフつけてくるけん時間がかかる。
しかも行動スピード速いけんな、この蝶々。厄介な上に。あっ、てかゾンビの方も残ったか。まあいいでしょう、一体ぐらいはな。これでいけるでしょう。よいしょ、ほんまレベル上がるな。あって書いてあったらユニークモードじゃね。新しいステージはだいたい一人おるな、そんな感じもする。まあ普通に思いっきりブッパブッパでいこう。おら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 、燃えろ燃えろ、はっはっはっは。でもあれか、レベル上がった喧嘩、この HP だけじゃなくて MP だったっけ。もう回復しようけどさ、これあとジョローグムと戦うんだったらちょっと温存傾向も、温存もちょっとしとかんなあかんな。びっくりマーク来たよ、そんなこと言ったら。ちょっと温存傾向に持っていきたいところではあるんですが、できるだけ早めに、まあこの辺りのなんとかのパージとかは使わずに引いておけばとりあえずいいかな。これでいいかな。よーし、ストレートというわけで、これあれ、でもその後もなんか亡者とかおるで、これがラストって感じないな。まだ、あ、んかジョローグも。おい一ノ瀬、ちょっといいか、飯食いながらでいいから。ん、何、なんか柄でもなく難しい顔して。なあ一ノ瀬、お前のスリーサイズを教えてくれ。あんま茶化すな、ちょっと真面目な話だ。はいはい、それで何？スリーサイズ。お前もしかして俺の会社の手助けしないか？もしかしてって何言ってるの？いつもこうして手伝ってるでしょ？いや、いつも以上になんか裏側で何かやってたろお前って。部でセクハラ部長と何をやってたんだよお前は。長からの監査って形で一緒に出てきてるし。いや、そういうんじゃなくて説明会のあれだよ。うちみたいな会社が選考組に選ばれるなんてありえん。お前が何か裏で手回ししたとかじゃないのか。私は何もしてないってば。選ばれたのは、そう、最近勢いづいてるところを評価されてのことだし。勢いついてても弱小は弱小なんだよな。前は八代一人でグダグダその日暮らしの商売だったでしょ。む、そう言われるとそうなんだが、まああれはオス節の時だったというか、まあとにかくだ、こうして俺がやる気を出すようになったからには余計なことしなくてもやっていけるから。余計って何よ、私だって。まあちょっと好きな男のために頑張ったのにさ、それを評価してもらえない時の女のジェラシー。リーダー、休んでる間にゴミがそこそこ寄ってきてる。キリ君、やつしのことをリーダーって呼んでんの。ちゃんとし、おキリ君お前割とちゃんと人と接してれてるな、お前。ちょっと長居しすぎたか。キリ君はトモイのこと見ててくれ。俺たちもすぐ行く。うん、急いでね。ちゃんと連携取れてるやん、お前ら。意外と。というわけで、亡者もおるんで、そっちに行きます。亡者はいくらおっても、よし。どこまで温存するかっても大切かもしれません。ジョローグもこの後控えとることかもしれんと考えればな。でもちょっとバフが強きいた。あーでもバフのやつしかおらんけん、こっちの HP が減ることはないんか。だったらいいや、だったらいいでしょ。ここを一番 MP の消費の少ないやつをポン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 、あらら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 、これでやったかな。 OK、
ランデブー。アイテムを取ります。ストックします。こーら、あ、またびっくりマーク来た。そろそろ来たかな、この感じ。ほら、あそこですよ、あそこ。なんか大きな影に見えません？影？ガスっててなんかよく見えんな。なに、ジョロウグモの影でも割るん？ほら、ちょっと黒く影になってて、ゆらゆらしてるじゃないですか。マジか、そんなにでかい？そうかな、そうかも。老眼じゃないんですか？アホいえ、まだそんな年じゃねえし。風でちょっとずつ霧が流れていくね。さっきより見えるようになってきた。やっぱり何か大きい影かも。ジョロウグモか？もしかして当たり引いちゃったか？来たか？いや、なんか違うねあれ。ほら、大きな影が少しずつ分かれていってない？なんだ？ありゃゴミが吹き溜まってるだけだな。ゴミなんか、大量のゴミ。せっかく見つけたと思ったのに。何？もろくんだ分損しちゃいました。何？スイーミーなん？僕が目になろうみたいな感じでさ、全体で集まって一匹のでかい魚みたいに見せようとしようか。どういう理屈だよ。上がった後に落とされたから落差が大きいというか。まあそれはわかる。それはわからんでもない。ちょっとちょっと、何のんきにしてんの？あいつらこっちに向かってきてるんだけど。嘘だろ。まずいよリーダー、後ろからもいろいろ集まってきてる。面倒だけど消せるしかないか。先頭だ。気の済むまで殴らせろ。一層だ。トモリンの攻撃がさ、思いっきり属性合ってないということを感じますが、放電、あ、バフアップのやつで防御力アップのバフをつけてくるやつがおるけんな。もうちょい火力出した方が良かったかな。吐くやつ残ってしまうとかな。スピード下がった。さあ後からどんどん押し落ちてくる感じ。ちょうちょう早めに潰した方がいいな、この場合。よいしょ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 。これで、あ、1体残った。まあまあまあ1体ぐらいはね。まあ来るだろう。来た、数多いねやっぱ。いっそう強めの攻撃ぶっぱしとこうか。トモリもホヤを使わせといて、扱うかで、一応メズパイはトモリを回復させる。ファイヤー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 。トモリ削れた。あーでも残ってるんだ。じゃ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 、残るな。やっぱ地獄長がいい仕事してますわ。でもこれでいけるかな。これでラストターンだろ。オッケー。さあそんな格好してるからだよ。くそ、こいつだ。どこからこんなに湧いててだ。キリクだけに囲まれるとまずい。空いてる方に移動しながら戦うよ。心得た。ええ、ちょっと待つのだ。こっち数が多くて。はは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 。なんでこんな。お、コウシちゃんが捕まっちゃってます。ははは。めっちゃ手伸びて生きてるやん、おい。バイオハザードやん、これな。バイオハザードのワンシーン見よる感じないか、お前。実写映画でこんなシーンようあるぞ、お前。ラクーンシティちゃうんやけん、ここさ。しかも衣装を引っ張られてさ、すっげえ伸びてる。そういう素材なんだねっていうような伸び方してるな。すっごいエッチです。すっごいエッチです。あいつ、何もなく前に出て暴れるから。引っ張られて、我の素晴らしい衣装が。こんな時に衣装の心配かよ。破ってても抜き出せ。これは我の大切な
わけにはいかん。ユニフォームなんじゃこれ。ちょっとまさぐれないで気持ち悪い。エッチな手つきが、エッチな手つきが。お尻触られたんじゃ。何やってんだか。何とか蹴散らせないのか。そう、キリ君、おっさん助かるぞ。承知。世話の焼ける。もう無理。ちょっと休憩しましょう。な、何言ってんだ。さっきしたばっかでぞ。八代さんも息上がってるじゃないですか。だってあんなにいるなんて聞いてない。トモリはなんか敵を引きつける能力でもあるじゃないのか。それはあるかも。マジか。大量のゴミに追いかけられてたし。誘導しとんじゃん。何かそういうのを引きつけるなんか匂いでも発してるんじゃないのか。なんか私のせいになってる。しかしこれじゃあジョローグモとやる前にへばっちまう。他の奴らもだいぶ参ってるぞ。拙者はまだまだ。ジョローグモと切り結ぶまでは。いや疲れてんじゃないですか。座り込んだうなだれたまま行っても説得力ねえよ。私は別に。なんでお前そんなに涼しい顔してられるんや。お前はほとんど何もしてないだろう。ちゃんとサポートはしてる。トモリア講師の危ないところを何回か助けてあげたし。その危ないところだけちょっとちょいちょいって手助けするだけなんじゃん。あんたキリクちゃんがいてほんとよかったよ。ふむ、我もかなり助かった。服大丈夫かお前。つまり全員で動くからダメなんだな。先発の表ローテ裏ローテ決めなきゃならん。野球で例えるな。何ですかそれ。しおっさんやっぱ野球やな。そうよな。野球だったんですか。ネタ説明した上におっさん呼ぼうにかよ。おっさん味見だろうが俺ら。なんだ。あーちょっと待って、本部からの連絡。ああはいはい。くそ、タイミングよく逃げられた。一応生は入ってきた連絡に耳を傾けた後、受令器を切って軽く息を吐いた。どういった連絡だったんですか。他の場所でジョローグモが見つかったって。あ、他の場所だったか。はあ、マジでハズレもハズレかよ。もう少し早めに連絡が来てたらこんな大掃除する必要なかったんですけどね。本当やで、金にならんようだな。仕事させられてな。まあいい、見つかったならこんなところはさおさらばだ。さっさと出よう。というわけで違うエリアにおったわけじゃ。誰が見つけたかな。岸さんとレティクルのどっちだろう。まあそれはそうと、とりあえずダッシュ。それで発見した会社は戦闘に入ってるのか。うん、そうみたい。場所は石切り場だって。当たりを引いたのはレティクルの姉ちゃんだったか。あ、レティクルだったんじゃ。ってことは、早く助けに行かないと。姉ちゃんを助けたい。姉ちゃんを助けたいんや。助け出して。オン打ってさ。いやー、八代さん。かっこいいです。好きってなってほしい。後ずれにチャンスがないわけじゃないし、早めに行くのがいいかもしれないけど。ああ、こっちもかなり消耗してるからな。今回は相手が相手なんだし、無茶はしない方がいいかもね。そうだな。今のもじゃあおこぼれに預かれても簡単に返り討ちだ。拙者少々張り切りすぎて腰が。どしですな。我も歩きすぎで足がだるいぞ。丸っこい石が多くて足場も悪かったし。衣装も直さないといけないな。次のコスプレイベントいつだ。大丈夫か。バッテリー残量は約半分です。連戦には充電が必要になります。よし、一旦事務所に戻って休憩にしよう。補給なんかも必要だしだ。私はシャワーくらい浴びたい。あ、私も。お、肌はシワシワにふやけるぐらい入ってくれ。そんなにいらないし。シャワーを何だと思ってるんですか。あれ、なんで俺が文句言われてんの。というわけで
他のところに結局先を起こされて、でもこの展開だとレティクルじゃ太刀打ちできないみたいな感じなんだろうか。チャプター12の糸を掴む者たち、糸を掴む者たち、なんかちょっとかっこいいタイトルな。勝者5名、未帰還3名、ま、全体としてはほぼ消耗なしと言ってどこが消耗なしなんじゃ。帰ってきたい人3人もおるでないかお前それ消耗なしって言えるんだ割とちょっとえげつないこと言いますよねあなた。労災手続きもちゃんとやってね。もう労災が出とる時点でさ、消耗なほとほぼなしはおかしいだろうって話じゃないけど。それは分かってますけど兄貴。割とブラックなんか。社長、早く後詰めの方に行かなくていいんですか。まあいいんじゃないの。そんなに急いでも仕方ないでしょう。でもレティクルは2番手ですが、うちと会社規模はそうそう変わらないですよ。そうなんじゃ。それに社員の士気はうち以上だし。まあそりゃあんな美人な女の人がトップだったらさ、士気は上がるだろうな。俺もそうだもん。それでも過去のジョローグモとの結果を考えると、そうやすやすとはいかないと思うよ。それだけ強いってことか、ジョローグモなら。余計に急いで後詰めに行かないと、よそに取られる可能性が高まりますよ。レティクル以外にも名のある会社はありますし、それが仕留めないとも限りません。まあまあ、昨日の今日で従業員も疲れてるし、ちゃんと休まないと実力も出せないでしょう何そのさ、お手上げですお手上げですみたいな手の挙げ方。お前、それに面白い会社もまだ残ってるはずだしね。やずしろたちのことやだ。面白い、もしかして兄貴、あのクソやつしろに花でも持たせようとか考えてたりしませんか。僕がどうしてそんな。社長は何かにつけてあいつに甘いというか、あいつが事務所として使ってる倉庫も社長が融通聞かせたやつだし確かに八代君は同業として期待も応援もしてるけど、花を持たせるとかそんなことは考えてないよ。ですよね。花を持たせてくれるんだったら女の人に持たせてもらいたいわ。そもそもうちと肩を並べた3社に選ばれたんだし、何を遠慮する必要が。それはまあ確かに。てか何なんですかねあれ。会社規模で言えば絶対に選ばれるはずないのに。一ノ瀬さんが頑張ってくれたんだよ。何を頑張ってくれたのかは知らないけどね。何を頑張ってくれたんだろうね。まとにかく今回は余裕を。良くない頑張り方をしてくれた。でもなんかは伝わってくるんですよね。こともあるかもよ。兄貴がそう言うならその通りにしますけど。じゃあ準備の方を進めておきます。うん、よろしく頼むよ。何か用意してるのかな。なんかそういう感じの兵器を。メズは手放したけど、メズのデータを使ってさ、なんか独自にアンドロイドを作ってましたみたいな感じの出てきたりせんかな。ああそうだったそうだった、ユニークモージャじゃ。つまりあなたがおっしゃるには、ここが世間一般的に言われるところの地獄だと。そうやぞ。ああそうだな。そしてあなたが鬼だと。ああでも私は鬼。え、いや違う、あんたは王子だ。なんかちょっと杖とか持っとるけん、結構動き回る感じのフィールドワークしてそうな感じの服装ですねこの人。鬼、エンマ、セネクト来たら仏教的な哲学を持った場所なのだろうね。しかしエンマや鬼の官僚制度は元来のインド仏教にはない、中国的な道教の文化と集合した結果といえる。文化？かつ鬼という漢字は中国では死人一般を指す。ほら、中元節を季節と呼んだりするだろ。知りません。いや、だろうって言われても。しかしあなたは私を鬼とは呼んでいない。つまりここは極めて日本的な環境であるということ。なんだかどうにも都合がいいね。しかし地獄か。井上遠慮先生がお聞きになったらきっと泡を吹いて倒れてしまうだろうさ。誰だよ。なんかややこしいなのに当たったな。何か渋い顔をしているが、井上遠慮とは19世紀の会議派の仏教研究家だ。知らないよ。
なことで渋い顔してないから。ほら、あの頃って廃仏毀釈とかあっただろ。知らん。当時の日本仏教界は激動で。知らんのよ。知らんって興味ないって。誰も。それより、あんたの名前は？ん？ああ、実名を使うのもなんだ。とりあえずはユーノと呼んでくれたまえ。ユーノ。それより、さて、地獄か。私は極めて善良に生きてきたつもりだったが、いや、どうかな。地獄に落ちる。まあ悪い人ではなさそうな気がするけどさ、見た感じ。誤解とはすなわち不摂生、不中等、不邪淫、不毛合、不温寿。根拠に乏しい論文を随分書いたし、そもそも酒は浴びるほど飲むからな。私は叱るべくして地獄に落ちたわ。そんなんで地獄に落とされるんだったら結構落とされる人多そうな気がするけどね。どこが笑いどこなんだろう。そんなことよりこれからについて考えたらどうだ。それはしっかり。まあどうするかね。正直どうしたものか考えものだが、ともあれ、まずはあなたの言葉を受け入れよう。科学の基本は疑うこと、無意に否定することではない。しかし会議論の立場から言えば理屈っぽい会話ばっかするな。なんか一緒に話しとってさ、頭痛くなってくるタイプの人だな。私は本当に死んだのか。まあ机上で空論ばかりこねついていても仕方がない。早速聞き取り調査をしても構わないかな。現地人に話を聞くのはフィールドワークの基本だから。調査員だったのかな、この人。俺にはそんな時間はないな。何せ仕事でやってるもんで。おお、地獄の鬼の仕事というと、罪人への無尽蔵な刑罰の執行人、そして罪人とは私。となると、つまり、え、私今からこういうことされるの？ちょっとなんか年頃の女の子っぽい喋り方に戻ったな。親じゃなくて別の鬼な。やだやだ、私痛いのとかはダメな方なんだよ。注射も怖くて病院だって避けてるのに。あ、ちょっと可愛いところある。地獄に落ちたからには逃げらんない。科学に教わらなかったのか。地獄から逃げた例などいくつでもある。イザナギとかオールベースとか。どうでもよすぎるから行くぞ。いやばい、やつしろの左手なんか髪の毛掴んどるような DV みたいな構図になったの、お前。というわけで変な感じの人が現れたことが分かった。とっとと済ませろ。久しぶりに一ノ瀬イベントが発動しました。ひぃ、さすがに亡者運んで疲れた。私まで力仕事に駆り出されるの。前に使った。ごめんな幼馴染。ちょっと車輪が片付いて動かしづらいんだよ。直すまでは担いで運ぶしかないな。車くらい買ったら。あんなか高いもん買えるか。中古ならそこまでしないでしょ。軽トラくらい持ってた方がいろいろ便利だし。でもな、狩り場に行くのは地下道を使うし、買い物は近所の商店街でできるし、亡者運ぶぐらいしか用途ないのに、高い金払って買うのもな。まあ確かにそうなんだけど。ん？あ、ジュースの缶か。あ、ジュース美味しい。生き返るわ。あ、てめえ、いつの間にジュースなんか買いやがってた。俺にもよこせよ。なんでよ、そこに自販機あるんだから買ったらいいでしょ。いいじゃん、ちょっとくれよ。お前、焼肉定食おごっただろ。あれは事務作業の報酬じゃんか。まさかジュースも買えないほどお金持ってないの。俺の中のもったいない精神がな、目の前にすぐ飲めそうなものがあるのに。完全に私の狙う気満々。いやしいやつしろや、いやつしろになっとる。もしかしてやつしろ。おと悪い考えを浮かんだ顔だ。なんだよ急にニヤニヤして。そんな一心不乱になるくらい私が口つけたジュース欲しかったの。わわわわ、バカいえ、そんなわけないだろう。本当に？そうに決まってるだろう。てか思い返してみろ、お前がジュース飲むたびに俺にもくれっていつも言ってるだろう。そう言われれば。あ、ってことは
毎回狙ってたの？何そっちの方向で考えてんだお前は。関節キスを。それであからめるな考えてたらお前。お前そういうところあるからだお前。前の婚約のやつやってさ、一緒に入るってお前から煽ってきておいてさ、いざ本当に入ったらすごい顔あくらめやがってお前。そういうちょっとカウンターを食らうタイプのキャラクターかお前は。ジュースを狙ってんだよ。その言い方もちょっと子供っぽいけどな。子供みたいな煽り方してどっちが子供だよ。つーか自分からそういう話を振るなら照れんなよ。八代全然赤なってねえよ。あ、赤くないぞ。これは多分ちょっと急激に日焼けしただけだ。じゃあ私も日焼け。エロにあげるジュースなんてないし。くそ、人のことをエロだエロだと。そんなブルンブルンの格好をしてるそっちの方がエロだろう。その通り、その通りだよ。これはただの作業着なんですよ。作業着で通るからその格好お前。見てたの。くのエロエロやっしろ。ちょベシベシ叩いてくんなって。地味に痛い。そんな動くと余計にブルンブルンじゃないか。うそうだよ。最低最悪なんですけど。あんだけ動き回ってさ、なんで横で横の方からおっぱいボロンってならんのかな。それは俺が不思議でやるんですよお前。これ他のゲームで言えばさ、画廊伝説の知らぬいまいみたいな感じですからねお前。あんだけ動き回ってなんでさ、その横からおっぱいボロンって出てこんのか。お前が口づけたジュース、こっちだってお断りだぜ。はいはい、さっさと自分の買いなさい。おうおう、そうさせてもらうぜ。財布財布。どうしたの？でかい札しかなくて小銭がね。そうだった、コンビニでキッチン小銭使ったんだった。それまで我慢しなさい。なあ、やっぱり一口ダメ。最後トム・ブラウンみたいになったんダメそんな感じでレベル上がって何を習得するんだ。あ、装備バッグ2つ目、これ地味にすごいいいですよ。あ、そういえば HP アップのアイテム持っとったんだったな。これを持たせて、これで HP が思いっきり増えるんだったら、こっちのをさ、別のアイテムに置き換えた方がいいんじゃないかなって思うんですけど、テクニカルをちょっと上げて、かつ VP も上げれる、MP、VP 上げれるようだ。MP を上げたらデバフの攻撃をより多く打てるんじゃないかなっていう感じで、これ。で、どうかね。さて、前回連れてきたユーノさん。ユニクモージャはですね、この、何で読むんだろうな、闇いい地獄、この地獄に送り込んだらイベントがあるということなんで、ここに送り込みたいと思います。ちなみによう見たらさ、ビビリとかあるんだ。勝ち気ビビリ知的うざい。確かに、わかる。さあ、出会った時の会話イベントでな、大体それらが見えてきたような感じのところあったもんな。もう分かりやすくさ、確かにって思うよって並んどるもんな。ちなみにこのユーノさんさ、声優さんがさ、さあ、東ユノさんっていう、ユノの声優をユノがやるっていうさ、なんか、もしかしてこのキャラクターの名前を声優さんから取ったかな、みたいな感じの組み合わせになったんですよね。とりあえず、1日経った後にイベントが流れるみたいやけん、楽しみにしておきましょう。いや、頑張るんかい。やめー、かわいい悲鳴だ。さあ、このユノさんのイベントです。いい声してるな。あおアンミョウちゃんもやんだよ俺。確かにこの視界と聴覚の暗黒さは
こんな感じ、いろいろあるな。タコとか、カワラとか、あとヘビとか、いろいろ、サボテンもあるで。なにこれ、どういう状況、そんな状態で真っ暗闇の中、耳と目を塞がれた状態でという。なんかその耳と目を塞いだっていうところがすごいエッチな感じですけどね、これ。あははははははは。私こういうのダメなんだよ。お屋敷とか死んでも入らないし。まさか死んだ後に入ることになるとは。人生とは危機開会、経典どっちの奥まで。首筋になんか。あ、これこんにゃくか、瓦かと思っとったわ。群馬ってか、こんにゃく有名なんかな。リアクション芸人ばりの反応見せてくれる。じゃないよね、始まりと終わりしかねえな。私それだけはダメなんだよ。もうユリモコを見るだけで胸がキューってなるんだよ。落ち着け、科学的に考えろ。ヘビは温度や赤外線で外界の情報を得る。つまり私が冷たく動かなくなればヘビに反応されない。おお、なんと科学的な結論。冷静やな、ちょっと意外と。冷静にいられませんね。この空間、この人にとって冷静にいられませんね、これ。離れろ。痛い。吸盤剥がすのって意外に痛い。おお、ほら、どこに入って。エロダコがどん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 侵入しているぞ。これタコだな。ふじゃけるなよ。ふじゃけるなよっていう。すごい食類が。エロ同人やん。エロ同人みたいな感じになってるやん。世間では賢いだな。人間が滅んだら地球を支配するなど言われてるようだが、天井瓶の蓋を開けるのが精一杯の雑魚が。バカしか喜ばないサッカーの勝敗予想でも。ちょっと前の時事ネタみたいなのが出てきたん。もっとやれー。タコに屈服させられるんで。今このコロタコザーコみたいな感じで言っとるからな、お前。てかユノさんのメガネ、このタコが持っとる感じになってますけど。息遣い。いつか生きたまま茹でて海外の愛護団体をぶち切れさせてやる。ごめんなさい、ごめんなさい、嘘です嘘です。また巻きつくの。触手プレイが始まってるね。触手プレイやってるね、これ。負けちゃえ、タコに負けちゃえ。しかしタコに耳ってあるのかな。海洋学は専門外だから分からんな。いやー、違う。あー、聞こえてる聞こえてる。聞こえてる聞こえてる、絶対聞こえてるこれ。これがハードめなエロ同人だったらさ、タコが背中に乗っかってさ、その触手でお尻にムチ打ちとばかりにベシベシいただきながらさ、このウノさんをね、家畜として使うことでしょう。そういうのも見てみたいです。おお、いかんような顔になっとる。目つきがあかんような顔になっとるって、これ。もう犯された後になっとるって。猫くしご外れてる。
ろれつがやばいことになってるしな。こんにゃくは知的生物ちゃうやろ。はい、おしまいです。終わったらさっさと撤収してください。そっけないな、極卒も。こんなの絶対身が持たん。おい、愉快です。You know girl。